毎年10月に行われる秋祭りでの、だんじり共演、特安駅前にて、鶴見温度イコール、鶴見区の歌イコールにも歌われている。鶴見区は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つで、最も東に位置する区。上東区に属していた頃は、レンコン畑やレン畑が至るところにある、のどかな田舎町だったが、1974年に、 鶴見区として独立してからは一気に区画整理が行われた。1990年に開催された国際下と緑の博覧会の会場となった鶴見緑地が区のシンボルとなっている。地下鉄長堀鶴見緑地線の延伸、学研都市線の JR 東西線のリレーレ以降、着々と人口が増加。区内では大規模なマンションが続々と建設された。現在、 大規模マンションの建設ラッシュは下火になっており、町工場の跡地などを中心に一軒家の建設が行われている。1995年頃から人口が増加したが、最近は人口が減少傾向になっている。区内には自転車や徒歩圏内にショッピングモールやスーパー、ファミレスが多く、店舗を構えているため非常に住みやすい町になっている。鎌倉時代、源頼朝が 富士の裾野で巻狩りをした時に、千羽の鶴に金の短冊をつけて放したところ、この地に飛来して住み着いた。その鶴を見物に来る人が多く、鶴見という呼び名がついたという言い伝えがある。一方、日本初期にその名を残す、草薙の剣を盗み出し、白木の国に逃げようとしていた層の船が難破してしまい、たどり着いたところでたたりを恐れた盗賊が、 草薙の剣を放り投げて逃げ出したという傷つが古代の伝記があり、剣がなまって、鶴見になったという説もある。付近の摂津国と河地国の国境は、剣縄手、剣邸と呼ばれ、剣街道と呼ばれる道路が通っており、草薙の剣の御霊を御神体として奉納している、あちはやお神社がある。なお、南独地名として、有名な放出の由来の一つにも、前述の僧が、 草薙の剣を放り投げたことを古代の記述で花地ででと記述していたことからそれが元となってその地を放出としたというものがある。地名としては放出とともに旧東成郡、江ノ本村の大技の一つである下の辻が1925年の大阪市編入の際に鶴見町に解消されている。また文句の際には宝出区。 マムタクなども候補に上がっていたが、協議の結果、鶴見区と決定した。このほか、東大阪市にある特安駅、河野池新田駅の利用者も多い。このほか、門真市にある門真南駅の利用者も多い。ありがとうございます。